おはようございます。森谷ドラムスクールの森谷です、今日はね、レコーディングなんですよ。で今ちょっとね、タクシーを待ってるという感じです。なんかこんな感じでタクシー待ってます。今日は3曲撮ろうと思うんで、行ってきます。終わりまして、こうマイキングされてます。こうスネアとかタムとかに全部ね、こうマイキングされてるというね、譜面です。でこれがあのモニター用の、機材ですかね。僕のこの耳から返ってくるクリックとかをこちらで調整したりとか、エンジニアさんの声がここで聞こえてきたりとか、なんかそんな感じの機械です。で今セッティング完了したんで、準備ができたら、サウンドチェックして、もう早速撮り始めるということですね。10番押して、はい、これ上げる。あ、わかりました。ターゲット選んでからボリュームって感じですね。あ、了解です。はい、わかりました。あ、聞こえます。はい、聞こえます。はい。はい。
丈夫そうですか。あ、本当ですか。あれ、はい、ありがとうございます。はい、ドラムのサウンドチェックが終わりまして、今からギターとかベースとかのセッティングです。こんな感じでね、こんなでっかい卓で操作していただいて、このパソコンでね音をチェックしてくれてるというね、もうこの辺の機材のことは僕は全然わからないですけどね。こんにちは。今日はギターとベースとドラムを一発撮りという形でやります。ベースのキーラさん、撮れますよ。ギターのヨウさん、エンジニアさんはここで見てるということです。ドラムの音だけここで鳴ってる感じなんですね。でギターアンプはね、なんとこのスタジオの外にあるという感じですね。はい、あようさんですね。ありがとうございます。もらいました。はい、じゃあ次ベースもらいます。はい、了解です。今からベースのサウンドチェックですね。ギターが終わって次はベースがサウンドチェックします。木平さんはですね、ベースアンプとギターアンプを同時に鳴らすという、そう、そういうやり方をね、今日はやられるんですね。そうです。ちょっといい音出た。あ、これ全部今外に持って行ってるんですね。そうなんですよ。外向こう側で鳴らすんですよ。なるほど。この部屋の中はドラムだけ鳴ってるという、そうです。ことで。俺らがここで騒いだりしたら、夏入っちゃうよね。ああ、入るけど。はしゃぎすぎはダメと。そうそう、レコーディングはもうそういう、はしゃぎすぎはもう禁物なんで。はしゃぎすぎは、ね、そう、そうですね。そうですね。レコーディングではしゃいだらダメってことですね。そうそうそう。勉強なるわ。ベースの音だし、やりまーす。離れてるからソーシャルディスタンス取れてるもんね。そうですね。実はソーシャルディスタンスがちゃんとコロナ禍にも対応したレコーディングです。よかった。よかった。はい、120で出してください。はい、俺 OK、 俺 OK、 はい、ドラムも大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。はい、はい、はい。キラさん、あの一番最初ベースだけになったらいいなと思ってて、だからあのカウントだけ最初僕打つんで、なんか4カウントして入ってもらう感じでいいですか。 OK です。はい、じゃあ、はい、お願いします。
ちょっと聞いてみていいですか。はい、はい、あ、はい、お願いします。僕は大丈夫かも。僕はダメでした。これもはい、ちょっと合わしに行きすぎました、ね、僕は。取り直します、取り直します。それかドラムベースはこれでいけるんじゃないですか。ほんでギターだけ好きでいっぱい弾けるんで。ドラムはじゃあ OK です。はい、ベースも OK です。ほな30秒バージョン、30秒します。はい、次の、はい、はい、お願いします。はい、はい、そうです。2曲目は30秒だけなんでめっちゃ短いです。はい、ちょっと待って、この、あ、同じです。120で、はい。はい、僕は大丈夫です。はい、じゃあ大丈夫です。はい、お願いします。はい。行きます、うん、ドラムは、うん、はい、じゃあちょっと別にもう一回いきますわ。ドラムが OK やったら、はい、はい、ちょっともう一回いきます。もう一回、もう一回やります。はい、ちょっとキラさん一回音出してもらっていいですか。はい、じゃあすいません、もう一回お願いします。お願いします。大丈夫です。大丈夫。はい。僕も OK です。はい。なんですけど、あとまあ4回だけ。はい。やらせていただいて。じゃあこの曲はこれで OK です。ありがとうございます。あ、わかりました。じゃあギターそのまま弾く感じで。うん、はい。はい、あと3回か4回ぐらい。はい。ベースの次の曲ちょっとだけ音をジャズコの方変えたいんですよ。はい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 、お願いします。はい、ということで、ひとまずドラムとベースは取り終わりまして、はい、早い曲を今取ったんですけど、ね、早い曲というか激しい曲ですね。さすが森田さん、早いな、はい、それを取りまして、で2発と取りと2発目取りじゃん。いやいやいや、早いよ。ありがとうございます。いや本当はちょっとパンチインも取って、うん、パンチインってこんなんなんですよみたいなこともちょっとやりたいなと思うんで、あ、はい、次の曲でもしかしたらミスってパンチインするかもっていうか、はいはいはい、はい、そうです。今からこうギターだけ取り直しということでやっていきます。これが今取り立てのやつですね。パッションパッションギターはい、1曲目2曲目終わりまして、で次はもう1曲バラードの方ですね。1曲目2曲目はちょっと激しかったんですけども、2曲目はバラードを撮っていきたいと思います。まあみんな休憩から戻ってきました。ございます。まあ皆さんはチューニングをするという段階に入りますね。次の曲は、はい、ちょっと音入るんで、うん、チューナーをお借りして一つのチューナーで合わせてやろうかなって。あ、そうですね、うん、こう後々歌撮るときにチューニングずれてるってなったら大変ですもんね。そうなんですね。そうですね。ということで、チューニングを合わせてサウンドチェックできたらレコーディングということになります。一回ちょっとクリック出していただいてモニターチェックしていいですか。はい、大丈夫そうで
ことちょっとだけいじります、うん、あやってみましょうか。でもとりあえず取ってみましょうか。はい、じゃあカウントしてフィル入ってから入ってもらう感じで。 OK、 はい、いきますね。取れます。じゃあはい、じゃあお願いします。はい、お願いします。はい、聞かせていただいていいですか。ベースは取ります。これね、ドラゴンやったら取ります。ああ、ありがとうございます。ちょっとパンチ、すいません、ドラムなんですけど、これ途中から取り直していいですか。最後の、2小節空白になるところがあるんですけど、そこから最後まで取り直していいですか。はい、ドア頭どう行くんですか。ドア玉ね、うん、あれね、どうしようかなと思ってちょっとやってみたんですけど、ね、あんまりやなと思ってあ、なるほどね、はい、あれさん、わからしいですよ、確かにね、はい、リハの感じでいきます。だからこれもちょっと後で取り直しますね。わかりました。はい、聞かせていただいていいですか。はい、はい、大丈夫です。はい、あと、ドア玉のフィルをちょっと取り直したいなと思うんで、ちょっと一回流していただいていいですか。はい、わかりました。 OK です。ちょっと待ってくださいね。はい、うん、いいっすねじゃあ、お願いします。 OK です。はい、いいいいいいですね。ちょっと一回聞かせていただいていいですか。あ、いいですね。あ、こっちの方がいいですね。うん、こっちは分かりますよね。はい、これで、はい、大丈夫です。僕ギターちょっと、ちょっとごめんなさい、時間大丈夫かな。一回だけちょっと一番最初から聞いていいですか。あ、いいですか。すいません。OK です。ドラムはじゃあこれで OK です。はい、大丈夫です。はい、じゃあそっち行きます。ドラム終わりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。はい、僕は一旦出てきます。お疲れ様です。はい、ドラムが無事終わりまして、ギターベースを取り直すという作業に入ってます。ということで、無事楽器隊は取り終えました。
今日はね12時に入って、3時までに撮り終えないといけなかったんですけど、3時にはボーカルの方が来るんで、ボーカル撮りをするということになってたんですけど、超優秀な感じで終わりました。まあ、片付けもね無事終わったんで、今からボーカル撮りというようなことです。でボーカルが終わったら、ミックスダウンというね、それぞれの音を修正するという、修正して、いじるという作業があります。何が正解なのか分からない。もうちょっと早くいいかしら。あ、いいんだぞ。ああ、これかっこいいですよ。うん。いいですね。面白い。さあ今からボーカル撮りなんですが、差し入れをいただきまして今からみんなが働いてるのに飲みたいと思います。ギターちょい下げのオールインからちょい入ったって入ってくる感じとかですか。やってみましょうか。ということでレコーディングが終わりまして、殴られ屋ケンジさんです。おっす、ありがとうございます。今日は実はグランバングのキーナさんと、ヨウさんとでケンジさんの BGM を作らせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃいい感じに仕上がってましたね。かっこよくなりましたね本当に。はい、まあ、この BGM はどういう用途で使われる予定ですか。これは殴られ屋を、はい、まあ、何回もしてるんですけども、はい、その殴られ屋の、うん、30秒に使わせてもらうのと、はいはい、あと2分間にその BGM を使わせてもらって、はい、かっこよく仕上げたいなと。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらじゃあ殴られ屋さんの方の、はい、YouTube チャンネルにも、まあ、僕らがもしかしたら登場するかもしれないんで、はい、ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。はい、それではありがとうございました。ありがとうございます。